子どもたちのいただきますのシーンをお届けするこちらのコーナーです。フジパンプレゼンツいただきます記念日。いただきます。笑顔の理由は8ヶ月のソータくん、笑顔の理由は初めての納豆。さつまいもと白ネギをあえた納豆が大好物になりました。食べるたびにこの笑顔、ひろすけさん癒されますよね。もうやられちゃうなたまらないエンジェルスマイル。さらにそうたくん、まだまだ足りないよとテーブルを叩いてお母さんにおかわりを求めます。これからも納豆をたくさん食べて大きくなってね。この笑顔、お母さん、もう作りがいがある。もうどんどん作っちゃうはい、おかわり入りました。まだあるたい2歳の頃のモカちゃんです。小松菜のおひたしが好きすぎてあまりに食べるのでお母さんがたまらず、もうそれでおしまいね、ごちそうさまをするように言いますが、もうないもうないよ。またあるたいまたあるたいこれだけは譲れないようです。長崎弁を巧みに使い、お母さんの小松菜まで食べようとするもかちゃんでした。ずっと吸っています。1歳2ヶ月の愛香ちゃん、椎茸のお出汁をずっと吸っています。眠ってるんじゃなくて吸ってるんですね。小川さん、ずっと吸っています。わかる、いい出汁が出てますよね。すでに味が分かってます。なるほど、うん、まだまだお出汁が吸い足りない愛香ちゃんでした